商品の、ね、顔なんですよ、めちゃくちゃ重要です。商品のパッケージを見て、その商品が良さそうか、なんか良くなさそうかって、うん、まずやっぱ見た目から入って、はい、その商品パッケージにどれだけこだわるかっていうところが非常に重要です。はいはい、時は令和ビジネス戦国時代、ビジネスの常識をバッサバッサ叩き、マーケティング侍の非常識なビジネストーク。チャオ、マーケティング侍のリュウです。このチャンネルでは実践的に今すぐ使えるマーケティングをシェアしていきたいと思います。はい、リュウ先生、今日よろしくお願いします。リュウ先生ってその商品においてパッケージがめちゃめちゃ大事だっておっしゃるじゃないですか。大事だっていうか命だよね、パッケージは。はい、いやもうこれ基本の木よ。はい、マーケティングにおいて基本のキーはもうパッケージなんで、もし何か商品を売りたい、サービスを売りたいっていうんだったら、はっきり言って中身より見た目であると。これが全てだ。見た目、もう見た目、中身はリピート率に影響するのよ、うん、ね、まあ、商品買ってよかった、サービスをねこれを受けてすごいよかったって、継続率、リピーターっていうものには影響するんだけども、でも最初の一番最初の接触っていうのは何かっていうと見た目でしょ、はい、だって男女関係だってそうじゃん。で一番最初にまず見て、あ、この人いい人そうとか、可愛いとか、かっこいいとかって、まずそこで選ぶじゃん、うんうんうん、その後に話をしてみたら違ったっていうのはあると思うよ。でも商品サービスにおいては恋愛と違うのが、一番最初お金を払うか払わないかの瀬戸際ってことね。みんな考えてることってのは、お金をかけてそれが取り戻せるのかどうかっていう発想をするのね。まあ大なり小なり、もうこれが例えばダイエットのコンテンツにしても、整体にしてもさ、何でもそうじゃん。受けてみてお金をかけてそれ以上にリターンがあるかどうかってことを無意識的に考える。じゃあその判断基準って一体何なんですかと。美味しいご飯屋さん探そうぜって言った時に、じゃあ何を基準に選びます？皆さん、なんか看板メニューとか見て、まあメニューとか見て選ぶよね、はい、いやメニューって見た目じゃね確かにそうっすね。いやメニューって見た目じゃね。確かに写真と、メニューの写真見て選びますね。だってうちはすっごい味にこだわりがあって美味しいから、はい、こんなメニューなんかなくてもいいだろうって、写真とかだって、じゃあ例えばラーメン1個にしても、はい、なんかすっげえまずそうな写真だったら買うかって話だよそれ行かないですね。行かないでしょ、はい。じゃあ例えばホットペッパーとか見ればわかるじゃん。ホットペッパー、ホットペッパービューティー、まあ、そういったものを探してみてくださいよ。みんな集客できてる会社っていうのはものすごく写真に命入れてるでしょ。これはもう結論から言うと、見た目で選んでるってことをまず認めなきゃいけない。経営者っていうのは、経営者が認めなきゃいけないのは、商品サービスを売りたいんだったらまず見た目を変えろ、つまりパッケージを変えろということなの、うん、じゃあもっと言うと、じゃあパッケージ、はい、いろんなパッケージの仕方があるんだけど、じゃあ仮にね、商品を郵送で送ろうとしようか。その郵送する時の段ボールの厚み何センチが理想？知らないです。あ、知らない。はい、やばいねそれは。やばいっすか。やばいよ。だって段ボールの厚みで人の印象って変わると思うな。宅配便の、まあ、業者に頼んでてボロボロの段ボールできたらどう思う？それちょっとなんか嫌っすね。商品の中身が良かろうと関係なく、段ボールがなんか汚かったですって言ってマイナスな気持ちになったりするでしょ、はい。実際レビューとかでも、はい、まあ、Amazon のレビューとか見れば分かるよ。もう届いた時には段ボールがなんかふにゃふにゃになっていました、だから評価1にしましたみたいな、いるから本当に。ありますね。あるよね、はい。いや中身関係ねえやんみたいなやつあるわけ、はい。でもここから考えても分かるけど、結局見た目で選んでる最初に。だから箱1個取ったとしても、そこで人の心理って変わるので、いい商品だと悪い商品だと。ブランド品を見れば分かるじゃん。ブランド品の箱ってすごいもの多いでしょ。財布1個に対してさ、なんでこんなすっげえでかい箱とかに入ってんのとかあるわけじゃん。捨てづらいぐらい結構手の込んだ。めちゃくちゃいいね、はい。それも一つのポイントだよ、はい。捨てにくいっていうのは、これブランドにおいてすごい重要だね。まあ、ちょっとパッケージとブランディングって結構ね、まあ、密接な関係があって、捨てにくい箱、捨てにくいコンテンツっていうのは基本的にお客様の記憶に残りやすい、うん。まあこれ例でね、前出したんだけども、名刺、はい、名刺の厚みが 0.7 ミリを超えると、その人のことをなんかすごい人に思える。で、あと名刺捨てにくくなる。名刺の厚みを変えるだけでその人の価値が変わる、はいはい、その人ってなんかすごそうな人に思われる、はい。要は見た目じゃね。まあ、名刺に関してもね、まあ、過去にも動画があるんで、よかったら概要欄の方からチェックしていただきたいんですけども、まあ、10万枚以上の名刺をね全部分析した人がいて、その結果人の評判が良かった、印象が良かった名刺が 0.7 ミリっていう、まあ、データがあるんで、まあ、ここから考えても分かるけど、じゃあもうやっぱり見た目なんだよって話なの。中身はリピートに影響します。だから中身が悪い、適当にやればいいのかってそうじゃないよっていうのを一応言っておくね。ただ最初のファーストインパクトってのは見た目ですよと。じゃあこの見た目どうやって作っていくのか。商品パッケージ、ネーミング、キャッチコピー、セールスレターのデザインもそう。全部見た目ですよ。今日はじゃあこの見た目の法則についてホイミングに教えてあげようか。あ、めっちゃ嬉しいです。多分リスナーの方も聞きたいと思う。じゃあ見た目って言うけど、一体何をやればいいんですかと。で、この見た目を究極的に追求してるのが一体何かというと、EC 業界だね。通販ですか。まあ通販系だね。だって通販ってさ、はい、もう正直セールスレターから見た目にこだわるじゃん。写真もこだわるじゃん。はい、さらには、
その商品を実際手元に届けるわけでしょ、届けるときに箱もこだわるよね、はい、箱の中にチラシとかも入れる、そのチラシのデザインもこだわるよね、もう徹底的に見た目にこだわりまくってる、キャッチコピー、ネーミング、そしてデザイン全部こだわってる。で実際伸びてる会社のほとんどはやっぱ EC 系のマーケティングやってるのが多いよね。チョコザップとかそうだからね。そうなんですか。めちゃくちゃ今店舗増やしてるけど、チョコザップってもともとあれ通販会社なんで、はい、そうなんですか。いやもう完全にやってるノウハウとかセールスレターのテストパターンとか、さらにはチラシの巻き方とかも巻いてる、その ABCD テストとかも見ても、あれ完全に通販のやり方だから。今日ここでこの後に話をする内容を皆さん聞いてもらえたら、どの業界であったとしても通じるのね。パッケージ戦略、そういう意味では通販がめちゃくちゃ強いということで、まあ今日はね、通販会社はこのパッケージ戦略によっては相当秀逸だと思ってるんで、じゃあどんな考え方で、じゃあその箱作ってんの、セールスレター作ってんの、デザイン作ってんの、キャッチコピー、ネーミング作ってんのってところをね、根掘り葉掘り皆さんに教えていきます。だから関係のない業界だっていうのは思わないで、通販がやってるそのマーケティングっていうのを応用すれば、皆さんのどの業界やってるか分かんないですけど、どの業界でも結果が出るよってことは事実なの。ってことで早速呼んでみましょう、ゲストの水谷さん。はい、ということで早速ちょっとやっていきたいと思うんですけども、まあ水谷さんはですね、はい、まあ、通販業界で、まあ、15年以上、そうですね、で年商もね、まあ本当右肩上がりに上がってて、数十億以上の売り上げを作って作った商品とかパッケージあの手この手で買えて300億以上、そうですね、売り上げ上げているというような感じで、いや相当イケイケだと思うんですけど、まあ初めての方もいらっしゃるので、簡単にちょっと自己紹介を。はい、株式会社未来の水谷と言います。とアイムピンチという美容液の化粧品の通販ブランドの事業部長をやってます。まあ15年ぐらいずっと通販やってまして、まあ300億ぐらいですね、売り上げ、累計の売り上げが300億ぐらいあって、まあ、パッケージは確かに何回も変えたことがあるかなっていう感じですね。やっぱりそのパッケージ変えると売り上げって変わりますよね。そうですね、やっぱり印象かなり変わりますしね。どういうところをちなみに意識されてます？やっぱり通販なんで、結局商品使う前にそれを欲しいかどうかっていうところなんで、ランディングページでどれだけ魅力的に見えるかっていう。なるほど、ここじゃあもう手元に届く前にその商品が魅力的に思わせるために秘訣があると、うん、そうですね。だから今通販の話をしてましたけども、じゃあ今日の話って通販以外でも使えそうですね、やっぱり。そうですね、だって買う前に欲しいかどうか決められるんです。そうそうそう、すごい。いや、それは多分ね、今日皆さん一番聞きたいところだと思います。こういう見せ方したら欲しくなるんだっていうところをちょっとね、ほりはほりねやっていきたいと思うんで、はい、ちょうどホイミンもね、まあリスナー代表のホイミン君もラーメン屋やりたいんですって。そうなんですか。ね、すごいでしょ、はい、よくわかるんですけど、なぜかラーメン屋やりたいんですって。だからラーメン屋なんかは特にパッケージって決まるんじゃない、見た目とか、ね、いやめちゃくちゃ重要っすよね。まあ、多分ね、美味しくないんですよ、ラーメン。だリピート率はすごい悪いと思うんですけど、でも、最初のお客さんを持ってくるところまでは、今日のノウハウできそうなんで、はい。なるほど。そんな感じでね、いろいろホイミングの事例も含めた上で、多分今日いろんな人たちが見てると思うから、はい、まあ、いろんな業界に使えるような参考事例も、はい、今日は事例集ですね。わかりました。うん、実際いろんな事例を多分ね、話をしてくれると思いますんで、どの業界でもいけるような話、やっていきましょうか。ってことで、呼んでいきましょう。ホイミン。はい。いや、もうホイミン道場だね。もうラーメン屋への道ということで、早速やっていきましょう。はい、そしたら早速よろしくお願いします。お願いします。パッケージなんですけど、さっきね、リュウ先生も言ってましたけども、商品の、ね、顔なんですよ。もう顔めちゃくちゃ重要です。もう本当ね、商品のパッケージを見て、その商品が良さそうか、なんか良くなさそうかって、うん、まずやっぱ見た目から入るんで、はい、その商品パッケージにどれだけこだわるかっていうところが非常に重要です、はい、で商品のパッケージって商品そのものだけじゃなくって、うん、その商品を入れてる器であるとか容器であるとか箱であるとか、はい、お届けに使う何かとか、もうとにかくそのお客様にお届けする全てのもの、これが全部パッケージなんで、それをトータルして考えていきましょう。根から入る情報全てパッケージだと思う。全部パッケージです。はい、でパッケージってそもそも何かっていう話ですよね。はい、パッケージの機能として大きく2つあると思ってて、はい、1つは商品を守るっていうことですね、はい、ラーメン屋さんでいうとラーメンがもう器なしでベチャって出てきたらもう終わってるじゃないですか。テーブルの上に直で、はい、スープだだこぼれみたいな、はい、そもそも機能としては商品をなんか守るとか、化粧品であったらちゃんと器に入っててお客様が使える状態になってるとか、配送した時にその商品が壊れないようにするとか、商品の機能を果たすために使うもの、これがまあパッケージのそもそもの原理原則ですね、はい、まあ、日本製のものだったらね、結構まあこの辺はさすがになんかラーメン屋の器にね穴開いてるとかそういうことは基本的にあんまりないと思いますけど、はい、原理原則はここです、うんうん、はい、
で、その上で今日はここのお話がメインですけども、はい、よりその商品を魅力的に見せて、はい、購入意向を高めるっていうところですね、はい、でもこれって例えばあの値段が高いものだったら高級そうなパッケージだったりとか、うん、女性向けだったら可愛らしいだったりとか綺麗なものとかそんな感じでいいんじゃないんですか。そうですね、基本的にはそれでいいんですけど、ただやっぱその可愛いって言ってもどういう可愛いなのかとか、高級感って人に言ってもこれもうデザイナーさんをねよく困らせる一言だと思うんですけど、高級感ありでお願いします。はい、どんなみたいなねこれ結構あると思うんですよね。あるあるですよね、うん、それはどういう意味での高級感なのかとか、こういうフォントを使ってほしいとか、だからそのあたりもね具体的な事例をお話ししたいと思いますんで、はい、改めてそのパッケージの重要性みたいなところなんですけど、じゃあパッケージ変えたらどうなったかみたいな事例で、はい、カルビーさんのクランチポテトっていうブランドの商品ですね、うん、今画像出してるんですけど、これがビフォーで、クランチポテトっていうこの硬さが売りなのかなっていう商品なんですけど、これの中うまく伝わらなかったんでこういう風に変えてもらいます。こっちがアフターの写真ですね。結構違いますね。そのアフターの方があのより商品のねクランチポテトっていう名前にもマッチしてますし、うん、これであの売り上げすごい上がったみたいな事例ですね。なんか一瞬でそのパッケージからなんかどういう味なのかみたいなのが想像しやすく少ないですね。そうですね、特徴がねより伝えられてるものになったなっていう感じがしますよね。あともう一個マッチしたのが、はい、私はもうあの通販の畑の人間なんで通販の事例で持ってきたんですけど、最近こういうなんかパーソナライズみたいなところ結構キーワードになってるなと思っていて、はい、これペトコトフーズさんのワンちゃん向けのフードの商品写真なんですけど、ここにワンちゃんの名前が入ってるんですよ。お、はいはいはい、これあのなんか最初に診断みたいなコンテンツがあって、うん、愛犬の名前入れてなんかこういう特徴があるとか、なんかこういうことに悩んでるみたいなところ入れるとそこに合わせたフードをお届けしてくれるっていう通販なんですけど、このパッケージに愛犬の名前入ってるんですよ。めちゃくちゃいいですよね。自分の愛犬ってことですか。そうです、そうです。その人の愛犬の名前。そうです。すごいね、うん、そのワンちゃんの悩みに応じたフードをお届けするっていう商品のベネフィットにすごいマッチしてるわけですよね、はい、あなたのワンちゃんのためのものですよ、ためのご飯ですよ。そうなんですよ、めちゃめちゃいいですね。めちゃくちゃいいですよね。さっきね、あの、はい、真由美さんも冒頭で言ってた捨てにくいみたいなところありました。自分の愛犬が入の名前が入ってるちょっと捨てにくいですね。まあ、捨てると思いますけど、はい、ちょっと捨てにくい。その捨てにくいっていう思った時に、はい、やっぱちょっと覚えるわけですよね、はい、やっぱ脳が刺激されるわけじゃないですか、はい、そこでやっぱり商品を覚えてもらえると、はい、そういう効果もあるわけですよね。なんだったら捨てづらいし、一回こう友達とかに見せたいから SNS に投稿、インスタ投稿しとこうって。そうなんですよ、はい、これがまたその可愛いから SNS に投稿されたりとか、うんうんうん、そういったことも呼ぶわけですよね、はい、口コミにも関わってくるんですね。そうですね、やっぱね口コミで広告費かけずに商品が売れたら最高ですからね。ですね、うん、僕ラーメン屋さんやりたいんですけど、僕あの一蘭ってすごいなと思いまして、はいはいはい、一蘭めちゃめちゃ美味しいじゃないですか、僕大好きなんですけど、店の中にそのお持ち帰り用のラーメンってあるじゃないですか、うんうん、お家でもプロの味が味わえる、ああいうのってなんかこうやれたらいいなと思うんですけど、なんか戦略とかってあったりしますか。お家で手軽にプロの味が楽しめるラーメンを作りたいと。そうです。あ、いいっすね。はい、もう僕のラーメン屋さんじゃ多分美味しくないんで、はい、自分で美味しいの作ってもらおうと思って。なるほどじゃあそういうコンセプトのラーメンを作ると。はい、じゃあ私そこのケースって考えて今日はそのパッケージを作るっていうところまでやっていきましょうか。はい、そしたら実際にじゃあ本当パッケージを決めていく流れっていう感じが、はい、だいたいこんな感じで 1,2,3,4,5,6,7,8 なんかいっぱいあるんですけどごめんなさい。今は一つずつちゃんと説明していくのでいきましょう。ぜひ詳しく詳しく、はい、優しく教えてください、はい、あのまずコンセプトも決まりましたもんね。コンセプト、あ、もうあれさっきので大丈夫です。さっきので一旦大丈夫ですあの一旦決めていって、はい、あの後でまた戻るっていうことよくあるんで、はい、まずとりあえず何でもいいからまず決める。あ、ちなみにその僕は今思いつきで決まっちゃいましたけど、見てる視聴者さんがコンセプトを決めるときってどういうことに着目して決めたらいいんですか。そうですね、これはねまた別の他の動画でちゃんと解説したいと思うんですけども、やっぱりあの競合がどうであるとか、あの今持ってるリソースがどうであるとか、そういったところはちゃんと考えますよ、もちろん、うんうん、あの思いつきでコンセプトを考えて、あの商品やってるだったらね、もうビジネス成り立たないんで、はい、あれですけど、とりあえず今日はその決めていくまでの流れを説明していきたいと思うんで、はいはい、まずそのホイミーさんの自宅でプロの味が楽しめる
ラーメン、はいはい、それっていうコンセプトで考えていければと思います、はい。まあ、コンセプトも決まったしね、ベネフィットも大まかには決まってると思うんですけど、うんうん、まあ、お家でプロの味が楽しめる、まあ、なんか競合いっぱいありそうですけど、はい、まあ、そのラーメンを作りましょうと、うんうん、そうなった時にじゃあまずそのコアとなるターゲット、はい、一番これを買ってくれる方ってどんな方だろうなっていうのを決めます。ラーメン好きとかですか？そうですね、家から出たくない。ああ、それはありますよね、はい、店には行きたくないわけです、はい、自分でアレンジしたいとか。ああ、いいですね。自宅で本当に好きな味をとことん楽しみたいみたいな。ですね、家族で楽しみたいとか。うん、家族で楽しみたい。なんか中ちゃんがいて外出しづらいけど美味しいラーメンを家で食べたい。はい、ああ、なるほど、はい。結構今ね、いろんな要素が出てきましたけど、じゃあもう最後に出てきた、それで一旦考えてみましょうか。ああ、ぜひ。はい。小さい赤ちゃんがお家にいらっしゃってラーメン屋さんになかなか行けないけどラーメンはかなり好きで、はい、味にはとってもこだわりたい。そうですね。そのためのネーミングを決めます。ネーミング、まあ、商品名は最後の方でもよかったりするんで、はい、この結構コンセプトとかその商品のベネフィットの方が重要なんで、ネーミングはまた後日決めましょうか。終わる。はい、じゃあとりあえずホイミンラーメンとか。ホイミンラーメンかー、まずそう。やべえ、ちょっと自分で言っといてなんか美味しくないですねこれ。ちょっとやめましょう、ホイミンラーメン。でも今かなりね、商品のベネフィットとコアターゲットを決まったのでかなり解像度上がりましたよね。その上でじゃあベネフィットを表現する要素ってどんなものがあるかな。赤ちゃんがいる家庭っていう風になったので、はい、なんとなく、はい、まあ、ファミリー感がある、温かみのある雰囲気ではありそうですよね。あ、家系ラーメンみたいな黒背景のドシェーンみたいな感じではなさそうというのはなんとなくありますよね、うんうんうん、はい、そういう温かみのあるものであるとか、はい、まあ、とりあえずファミリー要素、まあ、例えば辛くないとか、うん、あとはあの家族それぞれ年齢も違うし好みも違うと思うんで味の濃さの調節ができるとか。おお、めちゃくちゃこだわりあるじゃないですか。ちゃんと考えてますから、ラーメン屋さんしたいですから。いいですね。はい。そういう、はい、ちょっとカスタマイズ性があるみたいな話とかもちょっと必要そうな感じしますね。うんうん、なんとなく今トンマナも決まってきましたかね。すみません、トンマナって何ですか？トンマナってはトーン&マナーの略なんですけど、はい、商品パッケージとかランディングページとか、まあ、その看板メニューとかの店の看板ですとか、はい、店の雰囲気とかのトーン、どういうテイストなのか、はい、なんか黒系のかっこいい感じなのかピンク系のガーリーな感じなのかとか、そういったものを表現するようなトーン&マナーですね、はい。これはあの後々デザイナーさんであるとか、うんうん、あの各会社さんとやっぱ打ち合わせを進めていく上で明文化されているとやっぱり考えやすいっていうのがあって、うん、その高級感でよろしくって言われても全然わかんないわけですよね。それぞれ高級感の価値観違いますし、そうそうそう、はい、その中でやっぱトーマナのなんか OKNG ルールみたいなのがあるとよくって、例えば今のホイミンラーメンですと、はい、なんか黒背景って多分 NG ですよ。じゃない、うん、そうですよね。ですよ、赤ちゃんがいる家庭向けなんで、はい、きつい言葉とか、あ、クソうまいとか多分 NG じゃないですか。まあ、そういうコンセプトでいくならいいんですけど、はい、今とはあったかみのある感じでいくんだったらそういうやべえみたいな言葉とか多分 NG だよねっていう風な OKNG を書いておくと非常にいいですので、はいはい、これポイントなのが OK が結構皆さんよく出るんですよ。こういう色を使ってくださいとか、はい、こういう言葉を使ってくださいとか、本当はこういう風に使ってくださいとか、こういうページが参考ですとかっていうのはあるんですけど、 NG が意外と書いてないケースが多くて、はい、これ NG ちゃんと明記しておくとデザイナーさんとか結構デザイン考えやすかったりするんですよ、制約があると、はい、なんでこういうトンマナのルールみたいなところを明文化されてると非常に後でやりやすいですね。 NG ってどんな感じで書けばいいんですか？どれぐらい詳しくとか。まあ、ね、意味が分かればいいんですけどね、はい、その他社さんのホームページのこういうのはやめてくださいとか、うんうん、この単語は使わないでくださいとか、漢字の読み仮名はこういう風にやってくださいとか、ああの送り仮名をこうしてくださいとか、結構そこまで細かくやってるケースもあったりします、はい。これあの後々マーケティング展開していく上で広告代理店とかにあのランディングページ作ってもらったりとかするときに重要になってきたりするんですよ。その商品だったりとか、その商品を販売する過程において携わる人たちが共通の認識を持てるように NG はこれだよ、うん、みたいなこう共通認識が作れればいい。あ、そうですね、おっしゃる通りですね。例えばディズニーランド。おお、ディズニーランド、はい、ディズニーランドでいうと、はい、あの従業員のことはキャストって呼ぶって決まってたりとか、お客さん来場者のこととかはゲストって呼ぶって決まってるんですよ、はい、あ、キャストゲストって言いますよね、うん、これは、まあ、ディズニーランドの中の従業員向けの規則とマナー、うん、
ではありますけども、結局それをあのお客さんも見える状態になってるんで、ディズニーというのはそういう世界観でやってるんだっていう、これもパッケージの一つですよね、はい、ディズニーっていうのはやっぱりそのお客様のことも従業員のことも非常に大事にしているんだっていう、そういう世界観が非常に表れてるんじゃないかなと思います、はい、なるほど。夢の国っていう共通認識がそこで生まれるっていうか、逆に崩れないっていう、うん、そうですね、はい。じゃあそしたら、パッケージを考える上で価格帯とかもね考えてきます。パッケージに価格帯が関係するんですか？関係してくるんですよ、うん、これ段階があるんですけど、この後原価が関わってきて、はい、原価が関わるとそのパッケージに使う包装とかの金額どれぐらいかけれるかみたいなところが決まってくるんですよね、はい。今回のラーメンも高級価格帯で行くんであれば、うん、やっぱりパッケージもそれに見合った高級感のあるパッケージ、うんうん、強いてはその素材もある程度高級感のあるものにしなきゃいけないし、はい、安いもので行くんであればやっぱりそれに合わせて、結局まあそんなに包装にお金もかけれないですから、うん、まあ、どうしてもそういうものになるっていうところになるんで、はい、価格帯も決めていく。ちなみになんですけど、いろいろコストかかるじゃないですか、商品を作って売るまでに、うん、パッケージっていう価格を考える上でパッケージにかけるお金って優先度的にはどれぐらいで考えるものなんですか？優先度というか、まあ、トータルで考えることが重要なんですけど、はい、結局この商品原価、その商品そのものの原価もそうですし、はい、うん、そこにまあ包装費とかがかかってきて、まあ、商品原価っていう風になるので、うん、まあ、やっぱりできればね中身にお金かけたいじゃないですか、うん、なんでまあ中身をまずどれぐらいのに設定するのか、これもまあ、業界とか商品によってね、これぐらいの原価率が適正だっていう適正値ってやっぱあるので、まあ、それに見合った価格帯と商品原価に抑えると、うん、その相場価に合わせた上でどこまで工夫ができるか、そうですね、どこまで付加価値をつけて価格を上げられるかみたいなところですね。その上で、まあ、原価率がこれぐらいだっていうふうに決まるので、はい、まあ、じゃあ今回の、ホイミンラーメンにかけられるパッケージ費用が決まるわけですね、うん、そのラーメンを包む袋、まあ、多分袋ですよね、わかんないですけど袋があって、はい、それをまた入れる袋があって、はい、でそれを、まあ、自宅で届けるんで、はい、今回は包装なんで段ボールみたいなのが必要になってきますよね、はい、うん、はい、隣にかけられる費用がある程度算出できましたと。なるほど。でそしたらそれを実際探すわけなんですけど、はい、ここでその包装パッケージの金額が大きく変わる要素を4つ持ってきました、はい、うん、でまず第一にはロット数ですね。いくつ発注するか。そうです、そうです。ホイミンラーメンのパッケージ100発注するのか、はい、10万発注するのか、全然、ね、1個あたりの値段やっぱ変わってくるんで、そこ非常に重要になります。大体資材メーカーさんとかに聞いたらロットいくつですかってまず第一に言われます。うーん、まあ、ミニマムの500プランと、まあ、1000プランと5000プランと3つくださいみたいな感じで、その中で比較検討していくといいと思うんですけど、まあ、まずこの数ですね、はい、で次にちょっと紙質って書いてあるんですけど、まあ、これは段ボールの紙質をどうするかとか、包装が紙物であれば、はい、その紙をどういう素材を使うかみたいな、これもやっぱり厚みのあるものであればあるほど高級感は出やすいですし、薄ければ薄いほど今度耐久性がなくなったりしますよね。特に通販で何か物を郵送で届けるってなると、あんまり薄いってやっぱり商品がこう破損したりするとか、そういうリスクもあるので、はい、結構気をつけたいところですね、はい、あとはその商品のパッケージになんか加工、袋だとあんまり加工ないと思うんですけど、箱に入ってる商品とかだとそこになんか文字が立体的に出るようなエンボス加工とか、あ、なんか金箔入れたりとか、はいはい、なんかそういうちょっと特殊な加工をしたりみたいな、うん、そういうことをするとやっぱ値段は上がりますね、うん、あとは当然色数、これは単色であるのか、はい、2色であるのか、8色であるのかみたいな、はい、なんかそういうところで値段も変わってきます、はい、さっき考えたホイミンラーメン、うん、ホイミンラーメンをこうヒットさせたいですけれども、うん、この辺ってどういうふうに考えていったらいいですか？あ、これは本当にね、いろんな考え方あると思うんですけど、はい、あくまで僕の持論なんですけど、はい、激安で作ります。あ、激安ですか？はい、はい、なんかこれどういうことかというと、はい、まずそのホイミンラーメンって今から売る商品じゃないですか、はい、まだ一軒も売れてないわけじゃないですか、残念ながら。そもそも売れるかどうかわからないやつじゃないですか。もう期待はしないでほしいかもしれないです、はい、でもちろんアンケートとか取ったりとか、はい、市場もちゃんと分析してある程度売れるだろうという見込みは立てた上で発売するんですけど、はい、どこまでやってもやっぱ最終的に売れるかどうかってわからないじゃないですか、うん、そうするとまず最初はもう
どれだけリスクを少なく始められるかっていうところだと思うんです。なのでもうロット数もできるだけちっちゃく、はい、できるだけ最初もう1個あたりの単価が上がってもいいので、はい、あそうなんですね。ただ継続発注した時に原価率がどれぐらい抑えられるかなっていうポイントは重要ですよ、はい、2回目の発注の時に最初の発注が100だとしても次1000発注した時にこれぐらいに落とせるんだっていう確証があれば大丈夫です。なるほど。ロット数も少なくやるし、はい、もういろんな素材とかもなるべく安く、はい、でも商品の価値は下げないようなギリギリの素材を探る、この1点みたいな。そうですね。最初はまずは安く作る、はい、で売れたらすぐバージョンアップする。売れたらバージョンアップ、うーんかなって思いますね。最初の方はこの加工とか、うん、もう考えない方がいい。いやもう絶対やらないと思いますね最初はね。これはやっぱり入れたくなっちゃうんですよね。特にあの初めての商品だったら、ね、そう思い入れもあるし、はい、提案会社からもかっこいい事例見せられるわけですよ、ね、そうなんか自分もこういうの作りたいなとか、こういう素敵な、はい、なんか世界観をお届けしたいみたいなのになっちゃうんですけど、売れないとまず話にならないんで、はい、まずは安くていいから、はい、作って売れるかどうかを確かめるっていうことの方が重要かなって思います、はい、最初におっしゃってましたもんね、パッケージを後から変えていいっていう。そうなんです、はい、変えていいんです。これがね、なんか商品開発視点で商品を考えるのか、マーケティング視点で商品を考えるのかっていう違いだと思うんですよ、はい、商品開発視点で考えるととにかくいいものを作りたい、はい、もう世界最高のものを作らねばならないみたいな感じで作っちゃうと思うんですけど、はい、マーケ視点で考えるとやっぱ売れないと話にならないよねってことなので、はい、まあ、まずはちっちゃく始めるっていうことかなって思います、はい。初めて商品を販売するっていう人だったら、例えば化粧品だったりとか飲み物だったりとか、うん、ファッションだったりとかも最初はロット数を少なく、うん、梱包にかけるお金も最小限に、うん、加工もできるだけしないっていう風な考え方で大丈夫ですか？そうですね、最初にこの負けても大丈夫な風にしておく、手元の資金全部使って商品作って乗るかそるかの一大勝負みたいな、はい、別にするの自由ですけど負けたらどうするんですかって話ですよね、はい、1回負けても2回負けても3回目で勝てばいいっていう、うん、そういう考えだと思うので、はい、最初に、まあ、負けたとしてもどれだけその怪我を少なくっていう体制でできるかどうか、はい、パッケージにしてもね5万発注してラーメン作ったけど売れなかったらどうすんじゃいって話ですよ、ね、本当に。素敵な世界観も何もないですよ、ね、はい、夢の世界どころか悪夢ですよね、うん、本当にただの自己満で終わっちゃうので、はいはい、やっぱりそこをね最終的に決めるのはお客様なので、それは自分でどんだけ準備したとしても最終的に判断するのはお客様なので、それは世に出してみないと分かんないですよね、はい。私あのもう通販、ずっと通販の畑でやってきた人間なので、はい、パッケージっていう観点でもあの通販っていう観点で考えさせていただいてるんですけども、通販で商品を売るのと店頭で売るのと何が大きく違うかって、通販って宅配で届くんですよね、うん、だここで通販においては3センチの壁っていうのが出てくるんですよ。3センチの壁、はい、え3センチってこんなんですよ、はい、でちょっとねこの辺あのトイミさんマニアックすぎてあんまり覚えられないかもしれないですけど、まあ、あのリピート通販に特化した話かもしれないです、はいはい、商品の厚さの話なんですけど、これ3センチ超えちゃうと U パケットって言われるあのポスト投函、はい、あれができなくなっちゃって宅配になるんですよ、はいはいはい、これ何が問題かって送料が倍ぐらい違うんですよ、はい、通販事業会社においてはめちゃくちゃ大きい問題で、はいはい、これがね数百円の差でも月何万件出荷してたらめちゃくちゃ大きいコストなんで、はい、最近トレンドだと通販会社は U パケットでどうやって出すかみたいなところを頭ひねってる。特にその U パケットの方があの商品の受け取り率も高いんですよね。あ、そうなんですね、うん、宅配って、はい、まあ、あの今不在ボックスとか増えましたけど、はい、まあ、それでもやっぱり全世帯に普及してるわけじゃないんで、やっぱり U パケットで送った方が商品の着火率というんですけど、うん、もう高いですし、こっちの方がやっぱりコストも抑えられて、まあ、みんなウィンウィンだなというような感じはあります。3センチっていうのは どこが3センチになるんですか？商品の厚さですね。商品の厚さ、段ボールの厚さですね、はい、最終的にポストに入る時の厚さです。なるほど。なんで、はい、商品が3センチの厚さじゃダメなんですよそしたらオーバーしちゃいますもん、ね、そうなんですよ。さらにマニアックなんですけど箱が3センチだってことは、はい、商品はもちろん 2. 何センチじゃないといけないし、はい、
そこにやっぱりクロスセルのチラシとか入れたいんで、チラシも何枚か入りますと、はい、チラシっていやいやそんな数ミリ、めちゃくちゃ 0. 何ミリやんって思うと思うんですけど、はい、数枚入れたら結構な厚さになるんですよ、はい、請求書とかも入れたいですから、もちろん、まあ、箱の段ボールもある程度厚みがあるんで、中何ミリ入れれるかって 2.7 センチぐらいしか実は物入れれないんですよ。このミリ単位を通販会社はみんな頑張ってるんです。すごい世界ですね。そうですね。これでね、送料がUパケットになるか宅配になるかっていうところが変わってくるんで、はい、ね、まあ、商品もなんか 2. 点何センチまで収めなきゃいけないんで、はい、まあ、大体まあ入れれるのはこう袋に入ってサプリメントとか、はいはいはい、健康食品とかね、うん、そうですね。じゃあ瓶にしたら入れれないかっていうとそうでもなくって、はい、最近だと結構その容器会社さんも頑張ってて、はい、やっぱりもう我々から、ね、よく言われるんでしょうね。普通の丸い形の瓶だと3センチ余裕で超えちゃうんで、はい、オーバル型っていうちょっと楕円形の形の容器とか、ああなんか理科の実験で使うような、うん、使いましたっけ。すいません、何でもないです。すいません、本当に何でもないです。これみたいなカットでお願いします。そういうちょっと変わった形 の厚さを抑えたような容器とか、はい、そういうのも最近は出てきたりするので、厚みに対する意識って非常に高いですよね、まあ、そもそもね、宅配の再配達みたいなの結構今社会問題になってますからね、はい、みたいなちょっとこういう制約もありながら、とはいえその商品厚さを何センチに抑えなきゃいけないという命題もありつつ、この中でじゃあ商品をどう、はい、安く魅力的に見せていくかみたいなところで、はい、まあ、デザイナーさんだったり、はい、その容器の会社さんであったり資材メーカーさんとのいろいろな打ち合わせがあるわけですね、はい、ちなみになんかこの話すごい面白くってずっと聞きたいなと思ってたんですけど、3センチの壁以外にも何センチの壁ってあったりするんですか。壁って言うとあの今度厚さじゃなくてこのサイズ、サイズ、はい、サイズなんですけど、これも横幅何センチ超えると、はい、Uパケットの料金がまた変わるんですよ。薄くてちっちゃいのがもう最強です。できるだけちっちゃい方がいい、まあ、けど商品のね高級感を出したいとかってなってくると、なんかちっちゃいやつだとダメだみたいなこともありえるんで、まあ、そこはその商品のねコンセプトの等の要相談っていう感じではありますよね、うん、だからまあなんか時代的にはやっぱりなんかちっちゃくてコンパクトで解体しやすいものがいいみたいな風には言われがちではありますよね。僕のそのホイミンラーメンの通販で他に気をつけることってあったりしますか。ああそうですね、これめっちゃ気をつけるポイントあって、はい、これラーメン、まあ、多分乾麺じゃないですか、そうですね、半生かもしれないですけど、はい、これ麺割れたら困るじゃないですか。確かに段ボールの紙質とか、はい、中の緩衝材どうするかってめちゃくちゃ重要ですよ、ね、届いた時にもうラーメン麺ぐちゃぐちゃだったら絶対嫌じゃないですか。まあ、美味しかったらまだなんか許せるけど、メインじゃない、まあ、でもやっぱ嫌じゃないですか。ですね、はい、だからこれはやっぱどうにかするべきポイントだと思ってて、はい、これはあの紙質をどうするかとか緩衝材どうするかっていうのを必ず輸送テストをします。輸送テスト、はい、送ってみるんですか。そうです、資材メーカーさんとかもねあのサンプル出してくれるんですけども、一旦その出来上がったサンプルをもとに東京から大阪ぐらいまで実際に運送会社を使って配送してみるってことをやっていきます、はい、うん、ここでちゃんとあの商品が割れてないかとか、はい、傷がついてないかとか、うん、そういったところをチェックして紙質とか緩衝材とかを決定します。なんか輸送テストってそういう概念知らなかったんで面白いですね。そうですね。他にも失敗あるあるみたいなのってあったりますか。コミュニケーション不足みたいなところかなとは思うんですけど。コミュニケーション不足、はいはい、こうなんか分業でやってると起こりがちかもしれないですけど、商品開発担当と販売促進担当が違うみたいな感じで、うん、はい、ちょっと繰り返しにはなっちゃうんですけど、商品開発担当があのなんか今回の商品は U パケットで送る商品だからっていうふうに聞いてたんで、うん、はい、あ、分かった、じゃあ 2,3 センチに収めればいいんでしょと、うん、いうふうになってたと。ただ実際やってみると販促担当の方がなんかチラシを8種類入れるんだみたいな、しかも結構厚紙のなんとかカレンダーを同梱するんだみたいな、そういうプロモーションが決まってると、はい、いうふうになった時に、これいざあのガッチャンコすると厚さ3センチ余裕で超えるわけですよ、はい、最悪のパターン。最悪ですね、はい、やっぱりどっちかがね、どっちかの思い込みで商品の開発、パッケージの開発っていうのを進めてしまうとこういうことになっちゃうので、やっぱりコミュニケーションって非常に重要だなって思います。水谷さんのいらっしゃる会社でもそういうことって起きたりします。起こりそうになったことは何回もあります。そうなんですね、はい、箱一つ取っても、はい、
なんか箱って呼び方いろいろあって、最終的にお客様にお届けするときの箱ってあれなんて呼びます？箱だんだん、梱包、箱っすかね。箱、はい、箱って言うじゃないですか、はい、例えば化粧箱と呼ばれる、はいはい、商品が入っている箱があったりするんで、はい、箱の厚さ2センチにしてくださいって言っちゃったら、はい、どっちの箱か分かんなくて、はい、それを思い込みで進めちゃうとやばいことになるわけですよね。確かに最初にまず言葉の定義をちゃんとしておく。外箱の言葉も外箱って呼ぶ、はい、商品を包んでる箱のことは化粧箱って呼ぶですよっていうすり合わせをしてから話を進めるみたいな、はい、人参が犯しがちそうなミスですね。本当ですね、はい、やっぱ新しい取引先さんとかですね、はい、やっぱお互いに、ね、思い込みがあるんで、はい、我々はずっとこういうあの箱のことは化粧箱って呼んでた、でもこっちの会社さんはずっとあれの箱のことは違う呼び方をしてた。これ実際私もやりました、はい、ヒヤッてしますね。ヒヤッてしましたね。なんか話違うなと思ってなんか違うなと思って確認してみたら認識が違ったっていうことです。気づいてよかったです。そうですね、だから違和感があってちゃんと話してコミュニケーション取るって重要ですね。ですね、ホイミンラーメンのデザインとかってどうしたらいいですか？おー、デザイン確かにやっぱ自分で考えてもいいんですけど、やっぱ自分で考えるとね、あのアイデアにやっぱ幅が制限があるんで、その道のねプロに頼むっていうのがやっぱいいと思いますので、デザイナーさんといってもね、いろんな方がいらっしゃるんで、どういう方がいいデザイナーなのか、はい、2つあるかなと思っていて、はい、1つはプラスアルファの案を出してくれる。プラスアルファの案、もう自分のアイデアに制限、限界がある、だから他の方に頼むわけで、自分じゃない視点でこういうプラスアルファの提案を出してくれるかとか、ほんまなはこういうのです、はい、商品名はこうです、商品のベネフィットはこうですっていうのを伝えた上で、よりよく表現してくれるようなものを出してくれるかどうか、っていうところは一つポイントだと思いますし、はい、もう一個はじゃあその出してくださったデザインに対してどういう意図で作ったのかを説明できるかとか、言語化できる、うん、やっぱそこに納得感がありますよね、うん、確かに、なんとなくかっこいいからとかさすがにないでしょうけど、なんとなくのニュアンスが出たらちょっと大丈夫かと思いますよね、うん、そうですね、なんか僕の感性でやってきましたみたいな感じで言われちゃうとね、はい、それはどうなんだろうっていう感じになるので、はい、やっぱりこちらが出したターゲットであるとかコンセプトに対してこれを表現するにはこういうデザインがいいと思いましたみたいな、そういうところがあると、はい、やっぱりこちらの意図をより汲み取っていただけたなっていうところになるので、こういうところ重要じゃないかなっていうふうに思います、うん、逆に、はい、まあ、これも結局使い分けだと思うんですけど、はい、本当こっちの指示通り、はい、まあ、完全に指示通りみたいな、あ、言ったことそのままやる、そのままみたいな、それはそれですごいですけど、確かに、うん、なんでまあ結局使い分けだとは思うんですけどね、もう完全に指示通りで言われたことしかやりませんみたいな、はい、まあ、本当場合によってはそれでいいケースもあると思いますけど、そうですよね、うん、なんか他の動線が全て決まっててこれでいけるってなったら、うん、その通りにやってもらった方がいいですね、全然それでよかったら全然、はい、最終的には売れたらいいっていう、はい、ところではあるので、はい、まあ、最終的にこれも売ってみないと分かんないという領域ではありますけど、なんかプラスアルファの案を出してくれる方っていうのは、まあ、今後もまた何か発注したいなっていう風な気持ちになると思いますので、はい、まあ、そういうところは大事にしてもらえるといいかなと思います、はい、一つ気になった点を教えていただきたいと思うんですけど、いざ完成したパッケージが、うん、なんか違うなっていう風に思うことってあると思うんですよ、うんうんうん、それでも他の人が OK だったら OK なのか、それとも意図が違うからそこは折れないみたいな、なんかそのせめぎ合いとかってどうしたんですか？あ、そうですね、ここって本当難しいところでいろんな観点があると思うんですけども、はい、我々がよくやっているのは最終的にお客様にアンケートを取るっていうことをやっていることが多いですかね、結局やっぱり売るまでは分かんないんで、はい、その負ける確率をどれだけ減らせるか、どれだけ事前に準備して減らせられるかっていうことだと思うんですけど、アンケートを実際に取ってみてどのパッケージが反応が良さそうか、この辺をテストマーケすることが多いですね。ただ本当担当者の熱量みたいな、はい、それもある意味重要なことではあるので、ブランドマネージャーがいやこのパッケージだったら絶対に私はいけますっていう、そういう謎の自信があるのであれば、それはそれで一つの指標だと思います、うんうん、パッケージの単価とかってどういうふうに決めたらいいんですか？まあ、商品の値段ってことですね。そうなんですよね。いやこれはもう本当に難しいところで、はい、簡単に決めちゃいけないし、うんうん、あのそこの1円単位でね、あの売り上げ変わってくるんで、ここをちょっと喋るにはもう尺が全然足りない、あの1時間2時間ぐらい
喋れる話なんで、はい、リクエストがあったら別の機会でお話できればなというふうに思います、はい、ぜひぜひ。ここはねめちゃくちゃ悩むところですよね。いやプライシングですよね。そうですね、戦略的にやっていく必要がありますね、はいはい、というわけで今日は商品のパッケージの考え方についてお話をさせていただきました。リピート通販のところがメインになってしまったかもしれないんですけれども、でもその見た目でその商品を買うかどうかを決めるっていうところに関してはどの業界どの業種においても関係のある話だと思いますので、ぜひまた繰り返しご覧いただいて参考になれば幸いです。ということで今回ですねパッケージ戦略完全版ってことでお送りさせていただきました。パッケージのことだけこんなに語るってあんまないですね。うん、相当パッケージのことは重要だ重要だって言ったけど、結果どうやって決めていくんだみたいな話がね、まあ、今回だいぶ皆さん分かったんじゃないかと。意外とこの動画一番見返してほしい動画だけどね、個人的にはね。やっぱこのパッケージ戦略ってめっちゃ中心的な一番肝になるノウハウなんで、初めて見たって方はこの動画何回も見ていただければと思います。ただやっぱ動画を見てもね、なかなかそれで実践できないって方もいらっしゃるんで、今日はねそんな人向けのプレゼントがあるんですよね。そうですね、で今日ねお話ししたこともいろいろあったので、じゃあやっぱこの商品のパッケージ考える上でどういうポイントを押さえていったらいいか、この辺をちょっとまとめたものをご用意したので、チェックリストですよね。そうですね、いやチェックリストすごい欲しい。だってチェックリストがあると実際パッケージやるときに毎回やっぱチェックしますもん、うん、そうですね、これなんかすごい普通のこと言ってんだけどただねセールスレター作ったりとか何か広告文作るときでも、どんな優秀なコピーライターでもマーケターでも忘れちゃうときあるんだよ、うん、あこれ外してたとかここのチェック忘れてたっていう、このチェックシートは、まあ、印刷して毎回自分もやっぱり使うんですけど、まあ、そのじゃあ印刷して使えるようなチェックシートがあるってことですか。はい、いやこれめっちゃ欲しいな。これ、まあ、今回まあ見てる方もですね、そちらのチェックシート皆さんにプレゼントするので、マーケッターたちがどういった視点でチェックをしていくのかっていうこのシート欲しいって方はですね、このチャンネルの概要欄にあるマーケティング侍公式 LINE 登録していただければですね、補足資料って形でプレゼントします。チェックシート1個だけでもおそらく相当使えるシートなんですが、このマーケティング侍の公式 LINE 登録すると、これ以外にもですねマーケティング大百科っていう100ページ以上にわたるような本であったり、他にも様々な特典がですね、ついてるんです。多分 YouTube チャンネルでマーケティング系やってるところで言うと、一番いろんなノウハウのコンテンツをプレゼントしてると思うんでね。まあ何個だろう、下手すると1000ページぐらいあるかもしれないけど、いろんなノウハウが多分出てると思うので、まあ概要欄からね、ぜひチェックしてください。というわけで、今回ですね、パッケージ戦略完全版っていう話をさせていただきました。この動画がいいなと思った方は、チャンネル登録と高評価、そしてシェアの方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。はい、リュウ先生、水谷さん、今日はありがとうございました。ありがとうございます。まあただやっぱ通販業界でやっていきながら他に変わったところもすごい多いですよね、うん、一番最初冒頭でチョコザップの話をしましたけども、はい、まあ、正直マーケティングいろいろ見てきてる中でやっぱ通販系 EC 系の会社って秀逸なところがすごい多いイメージなんですよ、うんうん、まあ、特にウェブマーケティングとかにおいては、はい、それって水谷さん的にどう思います？やっぱそうだと思います。通販って結局その店頭がないわけなんで、そこのランディングページ一つでどうやって買ってもらうってとこまで持っていくかってところにもう全身全霊かけてるんで、やっぱここにやっぱノウハウ詰まってるんじゃないかなっていうふうには思います。そうですよね。だからその通販のノウハウを応用したら正直どのビジネスでも大体のことはうまくいくのかなと個人的には思ってますけど、ちょっと今回の本題とずれちゃうんですが、今通販業界どうなってるんですか？オワコン。いや全然そんなもんないですよ。なんかデータ見る限りでは通販業界って今すごい、むしろ何だったら今年またトレンドになってる、うん、今までもトレンドになってて、だから今年の伸び率とかを考えたらやっぱ AI も来てるけど、うん、EC 業界もさらに上がるってデータがあるんですよね。通販自体はなんか規制とかは結構逆風なことが多いんですよね。逆風、うん、なんか定期購入に関わるトラブルとか、はい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 、その PR の表現の仕方とか、あと商品の、まあ、薬事法経営法関連ですね、この辺で結構逆風なことは多いは多いです。ただね、それ1個言っていいですか？そういった法規制が入るじゃないですか。法規制が入る業界って言い方変えたら儲かってる業界なんですよ。逆に言えばという話をすると、そういった規制が入りやすいとか規制がガン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 入ってるってことはそれだけ儲けの種になってるって話なんで、まあ、そういった視点でね見ていくと、やっぱ EC はやっぱすごいまだまだ伸びるのかなっていう感じはしますけどね。そうですね。いや僕もなんか今の話聞いてすごいこと思いついたんですけど、何？いや僕も儲けたいんで規制が入るようなことをどんどんやろうかなと思います。